皆さん、こんばんは。今日は2022年4月23日土曜日です。まず、4月23日、ウクライナ戦場の情報について報告したいと思いますが、戦ってもうすぐ2ヶ月となります。ロシアの英軍の副司令官、4月22日、今回は第2段階の戦いの目標を公開しました。 一つは完全にドンバス地域の南側、そして東側を完全に自分がコントロールすることです。これが一つの目標です。と、南都市のマリウポリです。マリウポリを絶対に自分のところにするという姿勢を脱出されています。そしてマリウポリの製鉄所ですが、今でも包囲されていて、昨日の夜、ウクライナ軍はヘリコプターで 製鉄所の上空にいて、武器と物資ですね、投下しました、えー。製鉄所の守衛軍たちですね、一般人は中にもいていますが、包囲されているんですが、救出はできない状態なんです。 中の部隊は弾薬が欲しいですと言いましたが、今回は弾薬と食べ物、水も投下しました。マリュポリはロシア軍に占領されていますが、ただしこの製鉄所だけですね、占領はできないんです。そして日本でも報道されていると思いますが、 この、まあ、プーチンと国防長官、ショイクですね。ショイクさんのこのレポート、えー、報告ですね、受けてあの、プーチンは答えました。やめましょうと。 あの、ステーションの攻撃をやめましょうかと決めたんですよ。このシーンを撮影されましたが、プーチンはこの攻撃を諦めたという意味ではありますので、でもある意味ですね、後ろに下がるとか、あるいは逃げ道でもあるというふうに思います。ただし、この中ではプーチンはいつも行動違いますので、やはりこの手をですね、ずっと机を握っているという意味ですね、緊張しているかもしれませんが、そして首 ももそそううでですすが、が、えー、背中もそうですがそのかっこよく座ったりとか、いつもね、私も結構、ね、そういうプーチンのかっこよい写真、裸の写真とか公開しますので、でも、やはり違いますね、今回は。これで、まあ、びっくりはしますね。何があったでしょうか本当に健康的に何があったでしょうか あの、その間は足は動きますので、えー、足も普通に動きますので、ただし、これはどうでしょうかねわかりませんが、今ネットではいろんな情報ありますので、ただしわからないですね。まあ、これは一つの作戦かもしれませんし、なぜなら、あの、独裁的な政権では中国もそうですし、北朝鮮もそうですが、やはり独裁者ですので、 独裁者の体、健康っていうのは非常に大事ですね。そして、イメージも大事ですので、英雄であったり、偉く撮らないといけません。そして、写真をするときに、前から撮るのは、まあ、基本ですが、そして、背中をきっちっとですね、かっこよい写真を撮るのが普通なんですが、でも今回は、このような写真、あえて撮られてる、えー、というふうに思います。私は。なので、非常に不自然ですね。撮り方も不自然ですし、 交換の仕方も不自然ですし、ちょっと自分が弱い姿勢を見せているのではないかというふうに思いますが、これについては注目して、また、えー、情報ありましたら報告したいと思います。そして、チョイクさんはこの会議の中では、あと2日、3日ぐらいで、この製鉄所を更地にしましょうか、湖にしましょうかと、もう完全になくすというイメージなんですね。プーチンは止めたんです。自分からもやめようと。 いう姿勢を見せました。しかし、えー、しっかり包囲して、ハエ一匹でも入らないようにしますよと、してくださいねと言いましたが、ただし現実ではヘリコプターは飛んでいきましたし、上空から物資を投下しました。マリウポリという場所ですが、ロシアにとっては大事な場所なんです。クリミアには淡水が飲む水がなくて、マリ,マリウポリからその水をもらっています。 マリウポリを制覇しないとロシア側は不安なんです。しかし現実では マリウポリという都市ですが、完全に制覇することはできないんです。しかし、これからはわかりませんが、ウクライナ軍はこれからマリウポリの製鉄所に行っている守衛軍たちを救出作戦を行うというふうに聞いておりますが、えー、救出されてからどうなるかはわかりません。ロシア軍の包囲網は実に弱いでしょうし、多くの部隊はドンバス地域に移動されました。しかし、ウクライナはもし、 マリウポリを取り戻すことができましたと、ロシア軍は完全に撤退しましたとなってくると、国会にいているロシアの国会艦隊は実に危険なんです。なぜなら、モスクワの軍艦というものですが沈没しましたし、えー、国会艦隊のボスであって、モスクワ軍艦は国会艦隊の軍艦を今までは守っているという軍艦のイメージですね。もうないんですが、 結果としては、クリミアにいている国会艦隊は実に危険です。クリミアはウクライナに取られる可能性はあります。また、施設所を更地にすることは実にできますし、湖にすることはできます。でも、そんなことをしてしまうと、プーチン政権は後ろに下がる道、あるいは逃げ道はこれでなくなってしまいますので、ロシアのメディアの報道ですが、モスクワ軍艦は沈没しました。犠牲者は1名。 27名は行方不明であって、396名は助けることはできましたと、助かりましたと。しかし、この報道の前に、116名は犠牲になって、100名ほどは行方不明となって、そういうふうに報道されていました。でも、すぐにこの情報は削除されました。その後、説明されたのは、ハッカのサイバー攻撃を受けたというふうに説明されていましたが、 プーチンは製鉄所の攻撃をやめましょうかとなって、プーチンの命令を受けて、ロシア軍はマリウポリから撤退して、ドンバス地域に移動されました。しかし、ドンバス地域に移動されても、ドンバス地域では何かの成果とか業績は まだないんですね、成績は。ロシア軍の作戦、あるいは戦い方、第一段階の戦いと同じなんです。しかし、ウクライナ側は変わりました。西洋側からの武器ですね、今までにないものをどんどん送ってきますので、 また、ウクライナ語の力、能力といいますが、どんどん強くなってきたでしょうと思います。なぜなら、夜ヘリコプターでマリウポリの上空、設置所の上空に行くことができますし、投下することもできますので、それ力はやはりついてきたというふうに思います。 ヘリコプターは飛んできます。ロシア軍は絶対見えますね。見ていただけでしょうかわかりませんが。それで行くと、ウクライナ軍はこれから武器にしても戦闘力にしても、ロシア軍より強くなって、そしてその差が激しくなってくるでしょうと思います。 また、ウクラナの空軍発表ですが、4月22日、ロシア空軍の15個のターゲットを攻撃しましたと、戦闘機は3機です。SU-34、SU-35 と SU-25 ありますが、ヘリコプターは3機ですと、無人飛行機は9台攻撃してきましたと言いますが、これは史上初の成績となります。しかし SU、SU-34 と SU-35 なんですが、 攻撃を受けたっていうのは ステルス機ではないんですね。SU-35 というのはステルス機だと言われていますが、レーダーに探知されにくいとか、ミサイルに追跡はされにくいとか、されないとか、そういうふうに表現されていて、でも現実ではそうではないんですね。普通に、あの、攻撃できますね。これからこクの中はですね、上空の防空システムが登場されますし、そして自分の戦闘機を操縦して、上空での戦いは、 あるかもしれません。なので、これについて注目したいと思います。しかしですが、ロシア側はヘルソン、サポリージャ、ハリコフでの行政機構を作って、作ろうとしています。これから、この地域でのスイッチブレードという自爆式無人飛行機ですね。あの、ウクラナ側ですが、使用されるでしょうと言われています。なぜなら、この、 自爆式無人飛行機ですが、確実に正確に、えー、攻撃できますので、ターゲットを狙って、そのターゲットだけ狙うという意味ではありますので、そして周りの影響は少ないんです。なので、これでわかるのは、あの、このスイッチブレードという自爆式無人飛行機ですが、まあ、米国に供与されましたが、 主に、まあ、戦場での戦いは使われるのですが、主に、あの、そういう占領された都市での要人ですね、ロシア側の要人、軍の要人であっても、多分そこに使用されるでしょうと思います。現在は100機、えー、到着しましたと聞いておりますが、 そして4月22日、ロシア側の国会艦隊ですが、軍艦から巡航ミサイル4発発射されました。ヘルソン地域にあるウクラナ軍が まあ一つの高校なんですが、そこに隠されていて、その高校を拠点として、まああるいは基地として使っていると、この高校を狙って発射されました。そして4月23日、ロシア軍はこの高校に、あるいは学校ですね、入って、ウクラナ軍がこの学校を基地として使っている、まあ、証拠とか撮影して公開されました。ヘルメットもあったり、武器とか弾薬もあったりとか、 あの、いっぱいありますが、まあ、医療的な病気もありますので、そういうロケット弾もありますし、しかし、問題点がありますので、攻撃されたウクライナ軍は一人もいないんですね。これはどうしてでしょうかと言われていますが、これはまた自宅支援というか、 ではないかと言われていますが、なぜなら、あの、ロシア軍は別なんですが、チェチェン部隊ですが、非常に、あの、撮影が好きなんですね。あの、毎日制覇したとか、処理したとか言いますが、でも、撮影だけなんですね、あれは。 そして、カナダの国防省は発表されました。M77、155ミリ、榴弾砲をこれから許容すると、ウクレナに。そういうふうに発表されて、榴弾砲の許容はこれからメインとなってくるでしょうかと思います。そして、みんな、NATO の組織の一員ですので、基本は、その、弾薬ですね、共通すると聞いておりますが、 米国の155ミリ榴弾砲より、あの、カナダの方がもっと遠いものを攻撃はできると、30キロ先のものは攻撃できますと。まだ、米国の榴弾砲とシステムはほぼ同じですので、現代的な通信技術で、まあ、その、 弾薬ですね、発砲されたら、そのものはコンロールすることはできます。まあ、ある意味、あのミニのミサイルというイメージです。そしてフランス側はですね、自走式榴弾砲を許容すると、榴弾砲をトラックに設置されていて、トラックに弾薬を積んでいます。ここは弾薬を入れるところなんですが、そして発射されるんですが、すぐに移動はできますし、本当にもう機動性が高いんです。 そして、移動の状態から発射できるまでは、あの、ジャッキーで上げないといけませんので、油圧ジャッキーで約50秒間で用意はできますと、非常に早いと。 そして12セット、このような、えー、榴弾砲ですね、トラックで一つのセットですが、僕、ウラナに許容すると発表されましたが、そして12台だけですが、少ないでしょうか、でも弾薬はと,とても特別であって、こちらは親子爆弾と言いますので、発射されて敵の装甲車などの上空で爆発しますので、 中のコダンですね。いっぱい出てきて爆発するというイメージです。そして、まあ、そういう、まあ、理想というかおかしいんですが、あの、およそですね、6発で35キロ先の3万平方メートルの場所をきれいにすることができると。 というイメージです、ね。なので実に強いんです。そして次ですが、ポーランドのシェルシャですが、死者が発表されました。新しいガス配管の工事はもうすぐ完成です。約あと10月までには運営するでしょうと思いますが、 2十中億のガス配管ですが、ノルウィーからポーランドまで天然ガスはこれから流れます。これでロシアからのガスはもう必要はないでしょう。でも費用は高いんです。そしてしばらく高くなっていくでしょうと言われています。そして高くなった分はどうしても政府と市民が負担することになります。まだ次はビットコインですが、米国はカザー富士山とロシア、世界では1位、2位、3位。 ビットコインを掘り出す、掘り出すというイメージですが、そしてビットウェー,バーという会社ですが、あの、ビットコインではこの会社は世界で第3位です。今回は制裁されましたが、なぜならロシアへの制裁ですが、この会社はロシアの会社なんです。で、ビットコインの裏道があるでしょうと思われていますので、どうしてもその仮設通貨で逃げ道は 作るではないかと言われています。なので、この会社は現在制裁されてしまいました。今までですね、ビットコインを掘り出す、あるいは掘り出す金業というのは、まあ、中国は1位でしたね。約10年前ほどでしょうか。忘れましたが、5、6年前は確実に1位だったと思います。なぜなら中国は電力とか結構高くなってきたので、そして中国の政府はもう良くないと言いますし、 で、それで一部の会社はカザフスタンにいたんですよ。で、向こうの方がまだ良いと。ただし、ロシアの方が強いと言われています。なぜなら寒いですので、なぜならそのビットコインを作り出すにはたくさんの電力必要ですし、そしてあのチップですね。非常に熱持ちやすいですので、常にエアコンをフル稼働しないといけません。電気代はすごいかかりますので、ロシア側は寒いですので、そういう地域的なメリットはあります。 そして G20 ですね。財務長官たちの会議がありました。ロシアの番となってみんな順番で発言していって、ロシアの番となってこれから発言しますとなってくると、米国、イギリス、カナダ、国際銀行などの国はみんな、まあ、担当ですね。退席して抗議しました。 原因としては、ロシアは世界の主要国としての機能はなくなっているからです。そう言われています。そしてバイデンは G20 からですね、ロシアを排除しましょうとなっていますが、まあ、G20 からロシアを排除するとなってくると実にあり得ますので、例えば、もともとは G8 でしたが、今は G7 となりましたが、ロシアはそれでも、ね、G8 から排除されて、今の G7 となったんです。 しかしですが、ロシアは、あのー、今までそんなひどいことをいっぱいしてきましたし、それでも G8 に入れようっていう行動はありましたね。やはり、 みんなロシアに対して、その、そこまで悪いとかではなかったんですね。それもありましたし、まだ、機会ありましたら、話をしたいと思いますが、EU はロシアから石油を株量ですね、減らしていこうと、米国から調達しています。そして、米国から株量ですが、どんどん多くなってきています。 米国の原油の出荷量ですが、1990年以来最高値となりました。これからもしばらく続くと思います。EU 諸国は米国から株量が多くなっていくでしょうと思います。少なくても今年いっぱいは増えていくと思います。しかしですが、米国はその最高ですね、減ってきますので、値段も高騰していきます。 これが非常に無常の話なんですが、ロシアから株量を減らしていきましょうと。ロシアから買わないから、ロシアのも,ものは安いではないんです。で、原油価格は国際市場で決められていますので、原油の値段ですね、ずっと高騰します。やはりロシアから買わないからです。ただし、ロシアから株人はやはりいます。みんな量を減らして買っていますので、でもその、 株量ですね、減らされて、でも値段は高いんですので、なので実際的にロシアはあの完全にこれで痛いとかは言えないんですね。それが今の現実なんですよ。ロシアはこれで別に売る量は、売り出す量は少なくなって、逆に前よりたくさんあの値段ですね、高く売れていますし、そんなにショックはないのが今の現状なんです。 まだこれからですね、何か対策は出てくるでしょうし、あの、期待したいと思います。例えば、原油価格は国民の負担は少ない、あるいは政府の負担も少ない、えー、そうなって、またロシアから買わなくてもよい、そういう体制をですね、作れたらいいよね、というふうに思いますがで、次ですが、中国の話なんですね。 米国のコロンビア大学に、あの、ま、干渉を出して、まあ、試験をですね、行政的ですね、見せて、中国の本当に頭賢い上海の大学生ですが、非常に頭賢くで、入学通知は、まあ、受け取ることはできました。つまり、 米国のコロンビア大学の理系に、あの、入ることは、入学することはできます。これからアメリカに行って、留学するっていう意味ですね。本当に彼は嬉しいんですよ。しかし、この学生さんはですね、入学通知書をもらって嬉しいんですが、でも先週ですが、ニューヨーク、アメリカのニューヨークは、銃撃事件がありましたね。で、この学生さんはですね、自分の WeChat で、まあ、ブログような形なんですが、 あの、そういう、いいよね、とか、私も銃が欲しいですね、とか、自分で買います。で、あの、これがいいよね、とか、そういう不適切な発言をされましたね。しかし、この発言された内容を、内部の、絶対、あの、リチャットのブログを見れるのは、自分の合いとか、友達とか、まあ、親戚とか、学生の同級生とか、絶対登録しないと見れないので、そういう内部の人間ですね、自分の知っている人間を見られて、それを訳して、 クロムビア大学に通報しましたね。で、それで大学は調査をして、まあ、価値観が違うので入学の資格を取り消しますねとされましたが、まあ、学生は今職なんですが、まあ、これでわかるのは一つ。 あの、まずですね、学生はいくら学歴はあるにしても、あるいは成績は良くても、あるいは中国の良い,い学校に行ってるにしても、そういう価値観というものですね。なかなか変えることはできないんですよね。それが現実なんですね。なかなか変えようというのは難しいと思います。やはり、 そういうまあ、海外だったりとかしないと難しいでしょうと思います。そしてその自分の親戚かもしれませんし、同級生かもしれませんし、学校の、まあ、後輩先輩かもしれませんし、自分はコロンビア大学に合格しました。でも合格できない子もいるわけですよね。それを見て多分やきもちとか嫉妬とか。 あるかもしれません。それで、その、この方の学生さんのブログを見て、この発信した内容を訳して、まあ通報したっていう可能性もありますね。実はこの可能性はしかないという意味ではありますが、まあこういう、まあ通報の社会なんですね。やはり中国は、まあ通報の文化ですね。まだありますので、まあこれが中国の文化ですので、まあこれでもわかるでしょうと思いますが。 この動画はここまでしたいと思います。最後、いいのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。